ドクターナブの研究所。お、なんか帽子かぶっているみたいになってるー。かわいい。ぷぷぷ、かわいいですなー。あー、間違っちゃったー。ふふ。ボートに収まるように、半透明の部分がなくなっちゃうんですかねぷぷぷ。これは面白い。本当は他の検証をしようと思ったのですが、ちょっとこれが面白すぎますな。大きいスライムくんはどうなるのでしょう。あー、難しい。くっそー。お、乗ってますなー。なんと、顎のあたりがなくなってるー。ということは、もっと大きいスライムくんだと。ふっふっふ。どうなるのでしょうなー。気になりますなー。ふふ。はいはいどうもー、ナバドス。今日はですねー、スライムくんとボートで遊んでおります。本当はとある検証をしようと思ったのですが、これがどうも気になってしまって、ふふ、マグマキューブはどうですかねー。なんと、潔くはみ出してる。スライムくんみたいに削られないのですな。ふふ、そうそう、さっき遊んでいたら、こんなのができました。メガネじゃないですよ。これはねえ、ボートが埋まっているんです。なんで埋まったのかって、これはねえ、めちゃくちゃ簡単なのです。がっつり埋まってますな。これねえ、ベッドとボートがあれば、簡単にできちゃいます。いきますよ。ほら、地面に沈んだ。ベッドの近くに、ボートを置くと、地面に沈んでいきます。これも面白いですよねー。なんでこんなことになるのか、謎ですが、これをうまく使えば、何かアートなものが作れるかもです。ふふ。たくさん埋めてみました。そうだ。ここに火をつけたら、どうなるのか。やってみましょう。いきますぞー。おーおー、ボートが出てきた。なんで、ボートって燃やすとアイテム化しましたっけ？謎ですなー。はい、ちょっと面白かったので、ご紹介しましたが、本当の目的はこれじゃないのです。後日、ご紹介しますねー。ふふ。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。Twitter のフォローもしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょうね。では。